西鉄新宮駅は、福岡県か谷郡新宮町か、府五丁目にある西日本鉄道貝塚線の駅。駅番号は NK10。同線の終着駅であり、貝塚線では唯一福岡市街に存在する駅である。プラットフォーム部分廃止時に設置された車止め1面2線のホームを持つ地上駅。 宮城学船の部分廃止前は当駅で CTC 設備が管理されており、保線機械の留置線もあった。2007年4月1日の宮城学船の部分、廃止当日に津屋崎方に車止めが設置された。2019年度の1日平均乗降人員は1428人で、ある。各年度の1日平均乗車及び乗降人員は、下表の通り、 2010年3月13日に、鹿児島本線の新宮中央駅が開業するまでは、新宮町で唯一の鉄道駅であった、新宮町役場への最寄り駅でもあるが、新宮町の中心市街地は、福岡市との境界部付近である、福光大前駅周辺地域に形成されている。また並行する国道495号から600メートルほど離れていることもあって、駅周辺は、 住宅があるのみで完成である。駅に隣接して無料の駐輪場がある。宮寺学船の部分廃止後、2007年4月末までに代替バス発着場の舗装が完了し、簡易ではあるが、一般用の車のロータリーも整備された。駅のホームから見える廃線跡地の一部には現在住宅が建っている。その奥には駐車場があり、付近には廃線前から設置されていた。 線路にゴミを入れないよう促す看板がいくつか残されている。ありがとうございます。